プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ。うそー。皆さんごきげんよう。ヒューマンフォールフォー今日は、はい、今日はヒューマンフォールフラットというゲームをして遊びます。はい、これはどんなゲームなんですか。まだこれ初めてやるから、はい、わかんない。まあ簡単に言うとなんか脱出するゲーム。本当？うん、謎解き。これなんか今日時間違えてない？7月今日4日なんだけどの土曜日の4時55分なんだけど、失敗したやつじゃない？このゲームがリリースされた日にちじゃない？あ、そうなの？多分わかんない、ほぼ7月の4日16時55分。はい、今日ね、2人とも土曜日だけどね、学校行ってるからね、みんなもそうじゃないね。はい、ということで始めてください。パパ全然知らないからね、触ったこともない。ちょっとこっちでもう老兵みたいなもんだからこっちで見ておくよ。始める。うん、じゃあ続きから。はい、なんか落ちてるね、狼。いや、これワンちゃんだよ。こっちだよ。ワンちゃんスキンだよ。ちょっとごめんね。こっちね、編集の都合で、あんまりでかいと調子悪いんだよ。なんか腕大丈夫？柔軟体操。休める時か。これジャンプ。なんか壊れた街？今これジャンプしてるよ。はいはい。古い街みたい。めっちゃふにゃふにゃしてるんだよ。気になる気になる。後ろでちょっと見ておきます。これって古い電車だよね。ハイボレーじゃないからね、パパ気にしないでね。これ何をするゲームなんですか。これなんか謎解きするゲームなんだけど、はい、これちょっとどかしたいから、ゆうちゃん、あーごめん、持ってちょっとごめんね、これちょっとあげてきたいの、ちょっとだけ。よし、どう、楽でしょ。これで何、扉が出たでしょ。これ今私初見だからね、何も見てないからね。うん、あ、生物ってなったよ。何、人のマーク、右の真ん中。え、右の真ん中のマーク、ジャンプ。あ、え、二段ジャンプない？ない。よしよしよし、なんか持つんじゃない。あそこに扉があるから、まずこっちを引っ張ります。すんごいパワーだね。すんごいパワーだよ。うん、え、何今のジャンプの仕方。いけ、引っ張れ引っ張れ。ああ。よし、掴んだ。よしよしよし。ひめちゃんうまいじゃん。ちょっと左後ろ向いてみて、どうなってるマップ。それ落ちちゃダメ？うん、落ちたらダメかな。また同じところに戻ってくる。最初リスポーンしてたところに。あ、そうか。進みます。はい。あ、謎解きか。そう。待って、鼻にしてる。あ、行ってきなさい行ってきなさい。ブラブラしてるからね。ごめんね、みんなごめんね。これどうしよう。押すんじゃない、押すんじゃない。あ、落とすの。自分が落ちる。え、けどこっちギリギリまで押したら、下を。ひめちゃん、下を。ほら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 。よし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 。いいぞいいぞ。よしよし、行きた行きた。いいぞ。セナガザル。この…いや、これ犬だよ。あ、そうなの。ワンちゃんスキンだよ。なんていう名前、名前つけてあげたら。せっかくだし、コチョ。全然違う。人っぽいしね。うん、これも引っ張るでしょ。おいしょ、多分。おいしょ。あ、謎解きなんだ。そう。これ二人でできるの？あ、通信プレイできるよ。え、通信プレイするためにはもう一個買わないといけない？このソフト。うん、そうだよ。うん、あ、そうなの、オークもやりたいでしょ。うん、ちょっとこれ失敗した。じゃあオークも買う、やりたい。パソコンでできるんですか。できると思う、パソコン。マジ、うん、同じかな、 iPad とパソコンで。うん、多分わかんない。また後で見てみよう。今のは動かしちゃダメなんだって。あ、そうなんだ。なんでかっていうと、はい、こっちに、うん、引っ張ったとき向こう側に、うん、あ、壁持つんだ。自分がその赤いところ持って、そうそうそう、バンギャーって。
ほら、この腹筋と、すっごい強いじゃん、このワンちゃん。あぶなあぶな。手がグリーンって、やばいやばい、折れちゃう折れちゃう折れちゃう。これで押すんじゃない、ボタンを押す。おー、ちっか。おう、あよくん、いらっしゃい。また収集します。え、またボタン。え、なに、何持ってんの、見えてる、みんな。なに、ここ、なにこの、いるんじゃない、いるんじゃない、ジャンプして、でも行けない、覗き込んでみて、いない。なんかさ、その上から生きるんじゃない、壊して。これさっき、あそこ、私がいたとこじゃん。あ、そうなの。うん、え、あ、ほんとだ。あ、だ、じゃああれか、下に落ちたら、やばいのか。うん、回ってきたんだね。あ、あるね、あるね、多分。そう、棒取ってみて、こう。あー、あぶねー。あぶねー。え、これ棒じゃなくて木だよ。取ってみてよ。え、取れないでしょ。ん、コチョが泣いてるぞ。コチョ連れてきてあげよっか。え、本当に連れてくる。どういうことこれ。今ガーって言って大丈夫か。あ、わか、あ、違うな。あ、わかった、あの落ちてる電車あるじゃん、ズボーンって半分ぐらい。あ、わかった、引っ張る引っ張る引っ張る、引っ張って引っ張って、あの落ちてる電車引っ張れる。うん、あの大丈夫ですよ、行け。筋力1000万。そう、筋力無理じゃん、無理じゃん、筋力1000万パワーよ。じゃあ、あの木を登るの、紐を使うんだな。そう、あの横にある木を登るの。これ無理だったら、もう飛び越えるしかない。どうする、その持ってみて。あ、よいしょ、持って、あ、待った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 、行け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 、粘着力、スライムだ。じゃあ引っ張ってみて、木掴んだ状態で。いや無理でしょ、引っ張れないよ。無理、ほら、マジ、あ、動かないな。なんかめっちゃペタペタしてんだけど。何、じゃあ向こう側は階段どうなってる。行けないよ。いや行けなかったよ。間違えたんでしょ、こっち。いや、なかったよ。一気にジャンプした。さっき見たばっかじゃん。もう一回見て。あ、ほら、ないじゃん、さっき見たばっかだよ、それ確認しに行ったんだよ。あ、わかった、じゃあ押してみて、電車。じゃあ斜めにズボーンって行くじゃん。なんか行けないか、押してみて押してみて。お、押すんだよ、押すんだよ。あ、よいしょ、あ、よいしょ、あ、よいしょ。無理だよ。無理か、じゃあ引っ張る。押してダメなら引っ張ってみなって。何が出てくるんじゃない。リリーは無理か。あ、無理だ。じゃあ何か出たよ、今引っ張ったところ。え、何これ。ほら、あ、リモコンだ。あ、じゃあ、あれか、これなんかリモコンを持つとヒントみたいなのが出てくるんだって、うん、落ちないで、落ちないでよ、すんごい落ちそう。あれ、なんか操作がおかしくなってきた。オッケー、はい、どこ、柱を掴んでコンテナ車の上を歩いてみよう。柱だって、これのこと柱、うん、あ、あ、え、あ、あ、わかった。え、なに、わかった。 ひーちゃんさ、あの一回電車引っ張って、そっちそっち。どの電車？こ、あの今下になんか乗っている電車。左に？うん。ああ、そういうことか。なになに、なんか座席みたいになってるよ。いけいけ、これでも引っ張ってるのよ、片手で。それで、あ、あの、なんか、分かった、なんか電気みたいな。怖いからもうちょっと。すごいな。で、そのなんか電気みたいな。パパだったらここでもう行き詰まってます。やるじゃん。なんか電気みたいに乗って、そこぽよんぽよんって。あ、危ない。待って待って、そしてそして危ない。そして、この階段なんだね。あ、じゃあさっきこっちにやっといてよかったかもね。あ、そうだね。もう一個の車両にもう乗ったらいいよ。うん、もう行けるよ。うん、行け行け、ジャンプね、ジャンプね。
ジャンピングジャンプ。もういけるじゃん。そしたら階段。すごいすごい。いや、オーク頭いいです。頭いいね。パパ本当に分からなかった。ヘメちゃんも。うん。アイス飲み食べる？今日食べた。おお、開いた。非常口。やった。え、ちょちょちょ、落ちちゃダメでしょ。いいんだよこれで。これでクリアだよ。もう道なかったらね。これで落ちたらクリアだよ。あ、そうなんだ。うん、なんだこれ。あ、下に落ちてきました。あ、わかった。このボタンを多分押すんだ。押したらダメ。え、これクリアすると、あ、あの箱だ。わかった。箱だ、箱だ。木箱を上に乗せてボタンを押すんだ。よしよしよし。チーフ、やばいね。やばいね。ワンちゃん、このワンちゃん、これだけパワーがあった。あの自動扉ね、無理やりこじ開けられそうだけどね。ぐーって言ってね。ちょっと考えたことあるよ。できそうでしょ。うん、どうしたの、僕。あのさ、ワンちゃんがボタン、ちょっと待って。あ、落とさない方が良かったかも。あ、スキップできる。なんで。あ、上から置くんだよ。どういうこと。力技でその箱を飛び越えて、階段にして飛び越えていくのかと思う。え、それスキップできるよ、多分。スキップジャンプ。エレベーター、なにこれ。とりあえず木箱。あ、わかったわかった。持とう。持って、上を押して、あの上のマーク。え、下のマーク。あ、そうそうそう。あ、いいねいいねいいね。そして、上のマークを乗せて。あ、ちょっと知ってるんだよね。え、知ってるの。ちょっと見たことある。マジか。私も動画見たことあるけど、攻略方法わかんない。操作方法すらわからないよ。そして、木箱を持って、あれ、あん、あん。いいよいいよ。よし。そして、持って引っ張ってこのボタンを押す。なんか上に上がったり。この問題わかる人って、はいって。乗ったよね、ちゃんと。あ、やばいやばい。あん、あん。ほら、開いてる。いいね。順調ですね。これは。あ。あ、エレベーターか。あー。赤いコンテナをちゃんとくっつけて。右に。でしょ。うん。こうやってないとやばいでしょ。うん。バシッ。これ木箱持ったままさ、ジャンプできるのかな。あ、まず押さないとダメか。あ、そうだね。これ潰されちゃうの。危ないね。え、消えるんじゃない、人間ごと。このワンちゃん。かな。よいしょ。もう動きがずっとワッファしてて。なんか、え、なんか腕挟まってない、腕挟まってない、やばいよ。ちょっとちょっと危ないですよ。腕挟まってるって、ほら、見る、動けない、ジャンプして、ジャンプして、なんとか。ちょっと待って、なんか、挟まった。落ちそうになったじゃん、勢いが。ふにゃ、ふにゃだ。動きがなんか人間っぽいぞ。ねえ、あ、これでまた壁。そうだね、壁を持って、バカ力で。いやー、ファイト。だから木箱押してるよ。一発。サスケだ。危ない危ない。インディージョーンズジャンプ。ちょ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 。やばい。難しいね。うん。やばい。え、飛ばせるんじゃない、上のって。ちょっとずついかないと。そうだねそうだね。やばい。慎重にね。よしよしよし。あん。もうちょいもうちょいもうちょい。あ、やばいやばい。面白いねこれ。うん、面白い。オッケー。まず5分。あ、そうした。やりたい、いいでしょ。やりたい。うん。そっか。片手でやってるってすごい怖。大暴れじゃん、もう。大暴れ、大暴れの。木箱持ってくの忘れてるぞ。よいしょ、よいしょ。だんだんなんか難易度が高くなっておりますよ。あーあー、もっともっと、ちゃんと暴れるんだから、暴れるんだから。いいね。うん、そしてボタン押すんじゃない。結構かかったね。よしよしよし。5分ぐらいかかります。え、
もう一度もう一度。長足じゃない？連打したんじゃない？ペペって。どう？いける？あ、いけたいけた。大丈夫か？ひめちゃん、上見ながらやってもいいんだよ、あの画面。どう？やりにくい？やりにくい。やりにくい？あつ森の、うん、他の人の画面でやるみたいなの。あ、そうか。ゴールが見えてきました。ゴール。これ長いの？ちょっと。なんか、あ、クリアしたんだ。新しいステージだ。何これ？砂漠？アスレチックみたいになってる。エンディーチョーチジャップ、いけ。おい、いけ。よし、トイレジャップ。うまい、うまい。エンディーチョーチジャップ行きなさい。エンディーチョーチ上手。はい、うまいね。マインクラフトで鍛えてるから。あ、なんかあるヒントが。いや、だけど落ちてから拾おうか。うん、うん、あー、あばば、欲張るな、欲張るな。あぶな。あー、どうするの？あ、いけ。ジャンプ。もういけない、いけない。だだっこだ、だだっこ。これどっちも捕まんじゃない？両手。あー、じゃあヒントいこう。奥ちょっとだけ手あげたままヒント。いや、持ってないとダメだよ、これ。そうだよ。おどこ？クライミング。登り方？クラシックだったすぐには。あ、あ、あ、And it is ready to do something about the situation. Climbing is as easy as doing yoga. The major difference between that yoga and yoga is that the yoga is very difficult. 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 The yoga is very difficult.Releasing too early, too late. Why not get your mind? And you might as well do yoga instead. Yoga だね、ヨガ。ね。じゃあ今のとこ戻ればいいよ。いけるでしょ、今のは。待って、ここで一回練習してみる。あ、お、いけた。ちょっと奥に手をかけるんだね。あ、いっしょって。しかも両手じゃないとダメかも。あ、よいしょ。ペッ。おお、いいね、いいね、いいね。またエンジンちゃんジャンプよ。行きなさい。やばいやばい。え、ここジャンプで行けるんじゃない？おお、はい、はい、エンジンちゃん。そう、勢いつけないとダメだ今。そうだね。気合いつけてジャンプ。いいね。あ、ジャンプ。役場だと力とかなくない。力なことがない。緑。はい。近いよ。ジャンプ。いけ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 。ヨガヨガ。ジャンプしてヨガは、ジャンプヨガはそこ。ジャンプしてヨガやれば結構奥まで手届くんじゃない？ジャンプヨガ。ジャンプは。ちょっと待って。もう片方つけたい、くっつけたい。あれだ。あれこれ片方しかくっつけられない。そうかもね。難しいね。お、いけ、ジャンプ。お、お、いった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 。あー、どうだった、ひめちゃん、今のできそう？難しい。なんかくっつかないんだって、そもそも。パチッて。あ、いけ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 、いった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 。いけるいける、君ならいける。お、いったいったいった。あ、さあさあ、いけるぞいけるぞ。頑張れ頑張れ。ひめちゃん上手くなってきた。ガシガシっと。やめてやめて。ガシ。ちょっと左手が、いけいけいけるいけるいけいけ。ここでめっちゃ苦戦してんじゃん。いや、これ見てても絶対難しいっていうの分かる。
頑張って、いけよし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 ちょっと待ってよねえ今わざと？いやもう登り切っていたよね、今うんいけいけ、はいはいあ、待って待ってあっさちょっと待って、ちょっと待って落ちちゃうと、一回最初からだよはいさよし、難しいぞはいさあっさおぉはいさーよしよしよし集中はいさ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 よっさはぁやっとセーブ来たここなんかジャンプでいけそうじゃない無理かな無理かエディズゾンエンディングジャンプ行きなさい、はい、エンディングジャンプってさっきから何なのそれエンディングジョンズジャンプエンディングジョンズジャンプ言ってみてエンディングジョンズジャンプ言えるじゃん大丈夫じゃんあーんじゃないよいけジャンプだジャンプ待ってどっちこれ右じゃない右ヒントあーんエンディングジャンプジャンプあーんおぉ、うまいさっきの両手つくのよしよしよし、行け行けどのことだっけ姫ちゃんならできるよし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 、行け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 おぉ、上手になってるもうリモコンいらないねファイブ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 コンピューターうまコンピューター両手を上げて登りたい場所にジャンプして足をつかみ両手を下げて体を持ち上げもうできてるじゃんもういらないわ全身しながら手を離すことで分かった分かる今のそれができてたからなあれこの手はやばいでしょふはい、ちなみにね、今日7月4日プリヒメでの公開動画はフロアイズラバーよし、来たみんな見てよ、フロアイズラバー久々にやったからねそうあーそうオープンも見なかっためっちゃ面白かったねこれ終わったらパパ、フロアイズラバー結構好きなんだよねオープンも私もマジか面白いよねプールの時、姫ちゃんが押すからひっくり返っちゃったパパねえ、やばいやばいやばいあーってオーくんさ、あのまだお気に入りなゲームあるんだよ何2個何なんか、まだ言えない言わない iPad のゲーム iPad のゲーム仕方ないじゃん、分かったよ、じゃあこれもやろうね、姫ちゃんやっと上まで来ましたはいえ、あっち何いや、あっち行かない方がいいいや、だけどあっち何なの？え、大丈夫よ大丈夫大丈夫、気のせいや幻よ YouTube で見ればいいじゃん攻略法？引っ張るんじゃなくて押すんだね、向こう側から自分が挟まれちゃうからそうじゃない？うんいいよ、いいよおっしゃー開いたえ、ちょっと待って、なんか家があるんだけどほんとだなに、気になるあそこまで行こうちょっと待って、下見てえいや、違う、やっぱり姫ちゃんがいてたところだやべえぞなんか難易度、めっちゃ高くないこのゲームこんなもんなのあ、待って待ってこれ、上上がれるかも、うん、何、奥上上がれるかもえ一緒かーいおおあー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 頑張れパチッともう一個よしよしよしいいぞよしもう一回リベンジもうギューって頑張れワン太郎ジャーンプなんやにゃーいや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 動いてる動いてるなんでよーなんだなんだなんだなー
バンドル頑張って。なんでだー、なんかあかなってな。手を出せ、手を出せ。向こうが行ってみようよ。いやいやいや、え、違う、違うよ、できないよ。あ、そうなの。いや、そこ離れすぎでしょ。あ、そうか。うん、上行きなさいよ。いや、難しいんだって操作が。そうだよそうだよね。なんかこの手の仕方が分かんない。両手を上げて、お、いいぞ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 、よしよしよし。それで行け、ジャンプ。いやいやいや、ちょっと待って、ストップストップ、ちょっと待って、電車をもっと寄せたらどうよ。赤いところに乗って、まず赤いところ乗って電車動かす。うそん、そう。イエーイ、ほら私の言う通りにしとけばいいんだって、はい、そうだよ、はい、姫ちゃんリーダー。やばいやばいやばい、この中で姫ちゃんリーダーよ。やばいやばい、なんか私たちよりもパパの方が、ね、私よりもパパの方が今のこのルートが正規ルート違うでしょ。うわ、あ、これ早く行く、行け行け行け、走れ走れ走れ、もうジャンプジャンプ、いけジャンプ、こっちジャンプジャンプ、ワンタロージャンプ、いけいけ、はい、ジャンプ。めっちゃ難易度高くなってる。ふぅ、かっこ、うん、行きなさい。よしよし、押すんだ押すんだ。おいしそう、負け力だね。すごいね、パワポよりやばかった。あ、僕前向いたんだけど、隙間行くのよ、隙間。いぃぃぃぃぃぃ、ジャンプしながら、いぃぃって無理か。なんかもう引っかかったんじゃない、バグ。え、押すんじゃん、もっと押すんじゃん。あ、じゃあ姫ちゃん左にひっくり返して、左ガシッと掴んで左、できない、ひっくり返して赤いの、右、うん、そっち落として落として、無理だよ。あ、なんかバキバキって言ったよ、いいよ。壁に捕まって、うん、壁に捕まっていいか、うん、そっちの壁で、なんかジャンプして左ボタンを押しながらジャンプジャンプ、そう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 、いけるいける、左隙間の中入れ入れ入れ、いけ、ワンタロー、おお、いったいけいけいけなんかいけそうだね、これ絶対正規ルートじゃないでしょ。いけ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 、猫はね、頭さえ入れば通れるからね。知らないけど。あ、これ左手できないんだって。そっか、じゃあ違うルート探す。あ、それでジャンプジャンプジャンプ、隙間の中、いや無理無理か、絶対こっちじゃないわ、正規ルート。じゃあこれでさ、意味ないんじゃない。じゃあどうしよう、もっと下進んでみてよ。いや、一回、うん、え、何、ジャンプして、あの線路に捕まって、ジャンプジャンプジャンプ、走ってるよこれ、ジャーン、おお、うまい、サスケ見た、うまい、サスケ、なんか名人みたい、サスケ名人、よいしょ、いけ、今のジャンプできるんじゃない。うん、あれ、うわ、あー、ちょ、落ち着いて落ち着いて、これからダッシュジャンプガシッと、どうするのよ、わかんない、いけ、両手上げて万歳しながら、いけ、ワンタロウ、声出していこうよ、バイダー、なに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 、あ、これ線路に捕まればよかったのか。え、無理だよこれ絶対。本当はこの電車こっちに寄せたらダメなんだ。なんで、あの線路、壊れた線路にガシッと捕まればよかったんじゃない。それだったらこの上行けないじゃん、結局さっきと同じとこ行ってるやつで。そうか、そうか、意味がわかりません。そっち行ったら、うん、進んでみて、うん、あるじゃん、なんかこっち行ってまっすぐ隠れステージあるかもしれないよ。
まあ、ここから無理やり登るか。山登り。そんなことできないですか。難しいぞ。無理だ。ちょっとさ、多く行っていい？ちょっとパパお水飲んでくるね。片手、片手、登れる。片手、片手だったら登れるんじゃね。片手、片手ってやっていて、片手。あ、無理か、少ない。片手、手がつかないのか。片手、わっ、ダメですね。なにこのゲーム。ふにゃふにゃして、気軽にやったらもう、どういうことこれ、意味がわからない。これなんかバグったんじゃない。意味がわかりませんでした。パパやってあげようか。オークやってあげようか。絶対操作できないと思うけどね。オークゲームめっちゃ引っ張ってみて。あ、その黄色いやつあるじゃん。何これ。それガシッと取って。これでいや、これセルの一部だよ。土台みたいにガシンガシンガシンって。じゃあその電車引っ張ってみて。あ、よっしゃって。これ積んだんじゃない。引っ張れない、無理。積んだと思うよ。はい、じゃあチェックポイントからセル引っ張ればいいんじゃないか。うん、引っ張るんだね。いや、これさっきのとこ違うよ。あ、そう？また私がアスレチックし直さないとダメだよ。マジか。さっきの積んでるんでしょ。めっちゃ難しいじゃん。もうそろそろここでもう終わらなきゃダメさ。そうだね、もう少しで終わるよ。何分今？30分ぐらい。30分ぐらい。ああ。今フライズラバーだってやばいね。あ、やばい。やばいね。死んでる。ああ、ゆくがマグマだ。なんか CC ピアンの声よ。ああ、なんかある、なんかある、なんかある。なに、なにこれ。いや、またこれ戻ってきたんだよ。戻ってきたのか。ああ、ね、天の恵みかと思ったね。あ、疲れてきた。よし、じゃあパパやってあげよう。オークもやってあげよう。操作わかる？わかんない。ガシッと、姫ちゃんちょっともう半分ぐらい意地になってるよ。オークも両手を上げてガシッと。オークゲーム5年ぐらいやってるからね、普通に。パパなんかもう80年ぐらいやってるからね、ゲーム。よっしゃ、パパ生きてないじゃん、まだ。よっしゃ、よく見てよ、よく見てよ。パパタイミングいいからね。よしよし、いいぞ。もっとさ、助走つけて。もっともっと。はい、よし、よし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 、よく見てよ。よしよし、いけ。よしよし、やばい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 。これさ、長押しするは大ジャンプに来るんじゃねって思ったの。やっぱりあの赤いのを引っ張ってみるのかな。意味が分かんない。積んでんだってさっきの。うん、うん、ひっくり、どうやってひっくり返ったらまっすぐじゃん。じゃあ押せばいいの。分かんない。ただ押せばいいだけ。押せばいいんじゃない。今日それでまた積んだらどうするの。はい、いいじゃん。まっすぐ押したらいい。これまっすぐ押してみて。でもさっきまっすぐ押してて、あー、斜めになったんだよ。あー、パッパッ、うん、パッ、何か見えるか。よしよしよし、何か見える。あ、わかった。何、あの土台に乗るじゃん、もう一個の。そこで、すぐ乗る。土台って何。あの、向こうの、向こうの土台。そして行ってみて、行ってみて。線路でしょ、パパ言ってたじゃん。垂れてる線路をガシッと掴むんだよ。それでどうするの。で、それで登って、電車に登って行くんだよ。そう。で、それだったらもうこっちの時点で、こっち行ってる時点で登ってる方ができてるじゃん。まあ確かにね。こっちから登れなかった、この線路。押す？
え、意味がわかりません、このゲーム。線路を捕まることができない？捕まってみていいか。うん、こっから。うん、いいか。やってみて。ほら、それが何？イリージョンズです。上に行くことはできないよ。そうそうか、意味がわかんない。じゃあ、あの電車やっぱ押すしかないね。あ、多く分かったかも。はい、押してなんかドアがあるんじゃない。ドアがまっすぐ押すんだ。まっすぐまっすぐまっすぐ斜めになるなよ、なるなよ。まっすぐ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 、あ、いけ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 。ほら、あ、隙間空いた、隙間空いた。さっきと同じパターンじゃん。いや、さっきより空いてるって。いや、え、やっぱこの隙間行くしかないって。同じだよ、隙間行くんだって。隙間行ったらどうするの。上登るの。赤い屋根に登るの。赤い屋根、屋根。うん、さっきと一緒だ。隙間行け。いや、隙間行っても何も意味ないと思う。意味がわかんない。よいしょ。あ、上なんかあるぞ。欠けてる部分ない。ほら、いや、それさっきから気づいてなかった。私ここ行きたいんだって。あ、そうなの。多くもそこ行きたいと思って。よし、頑張れ。両手を上げて、よしよし。いけ、ジャンプ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 。いけないんだって。もうさ、ガシッと横の壁をさ、グリってやってさ、これ操作してみればわかるよ。ガシッ、お、いいぞ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 。いけいけいけ、左左左、いけ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 、おおおお、手が手が、ジャンプジャンプジャンプ。よしよし、行って行って行った。ガシッとガシッと。これ動かないよ。ガシッと。手伸ばして。はい、ガシッと。上上上上。ぐっと引き上げて体を。それで左左左。左左。よし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 。ちょっと待ってちょっと待って。手伸ばして。落ち着け落ち着け。上上ガシッとガシッと。すぐに、すぐに。オッケー、ほら。行った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 。いや、行けない行けない。行けないよ。絶対行けるでしょ、これ。ほら、はい。私のおかげで行くことができました。でもあれ完全にズルじゃん。ズル今の。え、今のが正規ルートじゃないの。多分正規ルート今のしかなくない。そうだよね。うん、今の言ってた通りだよね。ね、ね、姫ちゃん、パパが言った通りだよね。来た。パパのパターンか。パパのおかげで行けたよね。ヒップパターンだ、ね、これ。パパのおかげで行けたよね。ヒップパターンだ。完全無視。あなた、ちょっとカメラにどういう顔してるか見せなさいよ。はい、意外と普通だったわ。お、何こっち出口ある。あるね。飛び込んでみたら。テレビつけよう。ちょっと待って、疲れたから休憩しなさい。どう割るの。それガラス割れるんじゃない。もう分かるね。それテレビ壊すから。気がしないように気をつけてよ。非常階段出たらいいんでしょ。うん、今俺たら遊んでるだけ。早く行きなさい。それテーブルとか倒せんの。いや、絶対にとこ落ちちゃう。え、持っていくの。持っていくだだっこ。あったよ。あればいいや。すごい家みたいになってんじゃん。はい、クリア。この下何がある。何これ。今めっちゃ広かったんだけど。いや、ボヨーってなったよ。はい、ということでね、今回はこの辺で終わりましょう。はい、ひめちゃん、やってみた感想どうだった。めっちゃ難しい操作が。けどもかなり慣れたよね。次さ、多くなりたい。そうだね。手を上げてバシッとついてグッて登るんだね。うん、ポイントはそれ、登った後にすぐ手離して、このスティックボタンをずっと前にしてないとダメだよ。ほうほうほう。難易度がめちゃくちゃ高くなってたね。そうだね。うん、レベル2で最初めっちゃ簡単だったのにね。え、うん、めっちゃ難しい。うん、なんかね、やりごたえがありそうなゲームなのでね。うん、じゃあ、おうくんも、じゃあ今度ひめちゃんと通信プレイできたらやりましょう。はい、もしかしたらひめちゃんとおうくん交代交代でね、またこういう感じでやるかもしれないけどね。うん、
今日はヒューマンフォールフラットというゲームをさせました。はーい、まったねー、バイバーイ。面白い、オー君が大好きなゲームをみんなに見せるよ。何それ？あるの？うん、はい、そうです。みんなに見せるよ。あ、フレートスタンド、どど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 ど、違うか。いや、パパじゃないよ。こんな感じでしょ、スタンド。まあ、出てくるとき、そんな感じだね。またね。またね。にっこり姫ちゃん。同じ顔の姫ちゃんが2人ずついるよ。1人しかいない姫ちゃんを当ててね。いくよ、スタート。終了。正解はみんなわかったかな？